録音よ。Thank you.
旧山でちょっと私入るとこ間違ってしまったんですけどね、すいません、どこやったかいなっていう感じでした。すいません、失礼いたしました。ね、いつもなんですけどね、なんていうか、お二人 B 型でしたっけ？ここで発表する必要はないんですけどもね、私どっちかというときっちりしてる方なんです。リハーサルがあればこうリハーサルでそのままきちっとやりたい方なんですけど、結構お二人ねすごいんですわ。ちょっと最後もね今日いつもそんなんやったっけっていう感じで今ねなんかドキドキしながら聞いてて、これ私ここで出番終わりやったかどっかでもう一回歌わなあかんかったかいなって思いながらこうドキドキしながらなんですけどね、他で歌わせてもらった時もね言われたんですね、なんか私がすごい怖い顔してね河野さんのこと見てるって、見てないとどっから入っていいかわからないものでね、もじーっとね次何しはんのかなと思ってねじーっと見てないと動きがつかめなくてですね、このお二人すごいんですよ、さっきの演奏もそうなんですけど、二人でしてはる演奏はリハーサルしてないんですよ。私が歌ってるやつはちゃんとリハーサルしてもらって同じように歌、同じじゃない時もあるんですけどね、同じように歌ってるんですけども、だからお二人は感性で歌ってはる、ちゃんと演奏してはるんですけども、私ちょっとそういうのなんか入っていけないっていうかなかなか難しいんでございますけど、なんとか怖い顔して見てても皆さんちょっと気にせずにちょっと目つぶって聞いていただいたらと思います。ではもう一曲歌います。レッテミアロンです。これでいいの、人いるかせ
とうございます。レッテミアロンっていう曲でした。ね、あの先ほどの話があったんですけども、こんな、まあ、去年からこんなコロナがやってきましてですね、あの私たちもどうしていいか分からなかったですね。今までこういうふうにあのお店で歌って、あの皆様に来ていただいてっていうのがね、当たり前だったんですけども、それがちょっとできなくなってしまいまして、それでちょっとインターネット配信っていうのをね始めました。でありがたいことにですね、こちらのお店、そしてミュージシャンの皆さん、あの私もなんですけども、あの一緒にやろうっていう仲間がようやくあの見つかって、それで毎月毎月こちらでね、あのライブをしながら、そして配信もしながらということで、なんとか頑張ってるんですけれども、こちらバハブラッドというお店です。お店の名前一応皆さん覚えてくださいませ。そしてバハチャンネルっていうのをね YouTube で開設しておりまして、始まったのいつでしたっけ。去年の夏か、私たちのライブが9月が一番最初だったんで、11月ぐらいですかねから始まりまして、YouTube 皆さんご覧になりますかね。チャンネル登録っていうのを、まあ、ファンですねっていうのをこうどん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 こうあのポチッとしておいていただいたら、囲い込みですね、ファンの方の囲い込みになるんですけれども、ちょっと悪い方になりますね。ファンになっていただくことができるんですけれども、今なんと139です。139までようやく増えてきました。まああの世の中の YouTuber と言われる方からすると全然うんって感じなんですけども、でもあの最初からね地道にね、私たち1人増えた2人増えたっていう感じで頑張ってきましてですね、ようやく139までやってきまして、私たちの演奏の、再生回数も、はい、なんとかね上がってきて、そうなんですよ、私たちなぜかね一番たくさん見ていただいてありがたい、ね、毎日私見てるんですけどね皆さん毎日見てくださいね。あのそうやって回数上げていくんですけれども、で、店長のご希望でですね、ご希望というかあの店長の今年の目標としまして、5月の20日までに、1000人にしたいと登録者を1000人にしたいという、野望を持ってられると先ほどありまして、で5月の20日は単純に誕生日だそうです。であの店長の誕生日までにどうか1000人まで増やしたい、そして1000人まで増やそうと思えば1日10人増えたらいいんですよね。そうですね、だから皆さん周りの方の携帯を勝手に買ってYouTube 開いて勝手にチャンネル登録してくれたら、そうですね、はい、もし皆さんが隣の方の携帯電話を勝手に触っていただいて YouTube を一つ押していただいたら、もしかしたら夢が叶うかもしれませんのでですねぜひあの、ま、あの違法なことはしない範囲で応援していただけましたらとてもとても嬉しいでございます。皆様の一ポチが私たちを助けると、そう思っていただけましたらぜひぜひよろしくお願いいたします。で、こちらのライブもですね、毎月、私たち頑張ってやっております。今日の分の次がですね、3月の13日の土曜日、そして4月の3日とね、毎月、こちらでライブと、そして放送としておりますのでね、あのどちらかぜひご覧いただけたら嬉しいなと思います。そうです、いつもね3月だけは、3月までは、2時半なんですけども、3日だけは12時からになってございます。あのちょっと早い祇園ね楽しんでみようかなって、2時間だけですけどね、あのぜひいらしてくださいませ。そしてここでまたもう1曲何か弾いていただきたいんですが、何にしましょう。じゃあ今度はね、世界一強い女の子、ワルツしたのピックってご存知ですか。あ、知らない。あ、じゃあぜひ読んでください。もう一回言ってください。何の。長靴下のピッピ。長靴下のピッピ。世界一強い女の子。ああ、気が強い。何が強い。ああ、もう背中強い。いや、力も強い。はい。右と左と同じ靴下を履かないという問題で、彼女がお猿さんとリズムを暮らしているニルソンさん、はい、お猿さんが可愛かったので曲にしちゃいました。
猿のニューソン。え、はい、ミスターニューソン。猿の曲です。あ、拍手。Thank you.
という曲でした、では最後の曲になります、これがですね、この回では最後の歌なんですが、最初に作っていただいた電子カラオケというか、電子作曲第1号の、電子で作ったカラオケの第1号となりましたね、曲を歌いたいと思います。何のこっちゃって感じですけどねすごいですよね。今って音楽って、こういう楽器から流れてくるのは当然なんですけどもね、先ほどかかってた音楽でもそうなんですけど、パソコンでね作れてしまったりとかするので、それがまた結構素敵な音楽がたくさんありますからね。
びっくりしますよね。でそれをあの練習用に作っていただいて、そして歌っております。野々宮の祈り、サンサーラです。季節は永遠に巡り、命は刹那の夢、重ねた手のひらは永遠を知らない。出会いは秋光、命に宿る知らね、運命の花が咲いて散るまでの夢、それでも命重ね、手を取り歩いてゆく、大きな悲しみが訪れるまで、それでも信じている。何度も巡り会える、そんな気がするの、また生まれ変わったら。
ありがとうございました。2月もね、楽しくコンサートを出していただきまして、本当にありがとうございます。どうしましょう。じゃあ、予定通りのアンコールということで、いつもご用意、いつも同じこと言ってますけどね、ありがとうございます。では、もう1曲だけね、歌わせて。ちゃんと準備してるんです。いつもね、一応、もしかしたら言ってくれはるかもしれんなと思って用意してるんですけど、今日もじゃあ、この歌で終わりたいと思います。愛の坂です。あなたの燃える手で私を抱きしめて、ただ二人だけで生きていたいの。ただ命の限り私は愛したい。命の限りにあなたを愛したい。頬と頬を寄せて燃える口づけを交す喜び、あなたと二人で暮らせるものなら何にもいらない、何にもいらない。あなたと二人で生きていくのよ。私の願いはただそれだけよ。あなたと二人。固く抱き合い、燃える髪に指を絡ませながら、愛しいながら口づけを交すの。愛こそ燃える火よ、私を燃やす日、心を溶かす恋よ。大変な時期ですので、こんなに、ね、来ていただきまして本当に嬉しく思っております。私どももね、
お客様あってのあのミュージシャンでございますのでね、本当にあの今日はありがとうございました。お楽しみいただけましたら幸いでございます。また皆さんにお目にかかれますのを楽しみにしております。どうもありがとうございました。マミちゃんナイス